皆さんどうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン DK です。じゃあね、今日もエンちゃんとアメやっていきましょう。では行こう。謎の男、正体わかるんかな、知らんけどまあ行きましょう。よく来たな。ラブレターをどう思う。ラブレターすか。やるま、トウヤを殺す決心はついたか。くどいな。俺はクイーンオブアイスを倒すし、トウヤも助ける。なぜならどちらが捨てなければ両方捨てることになるぞ。お前、氷の魔女の話を知ってるか。ああ、横浜シティに伝わるおとぎ話だ。それがどうした。俺さ、あの話のレポート書いたんだ。先生には読書感想文だって言われちゃったけどな。だから読書感想文なってるんかい。何の話だ。やっぱりバカやんこいつ。いいから最後に聞け。氷の魔女ってのはこういう話だ。あるところに、それはそれは恐ろしい氷の魔女がいました。氷の魔女はある国の王子をさらい、さらった王子を盾に、その国の王に王の治める国をよこすように迫りました。王は悩みました。王にとっては王子も国もどちらもかけがえのないものだったのです。王は悩み、決めかねているうちに氷の魔女に国の民が苦しめられていきました。囚われの王子は王の苦しみを見て、ある決意をしました。王子は王が魔女を威嚇するために放った矢に自ら飛び出していきました。矢は王子の胸に深々と突き刺しました。王子は王の腕の中でにっこりと微笑み、こう言いました。これで良いのです。お父さんの苦しみ、私の苦しみ、国の皆の苦しみは私の苦しみ、こんな嫌なこと痛くはありません。ああ、そんな感じなんや。王様は我が子を亡くした苦しみに耐えながら、やがて氷の魔女を封じることに成功しました。剣でも矢でも騎士でも大砲でもなく、王子の愛と国を守ったのです。なかなかいい話ね。おしまい。おしまい。あ、ここでおしまいね。いい話だ。ああ、いい話だ。この話を大好きだってやつも知ってる。けどな、俺はこの話が大嫌いだ。どちらか一つを諦めるなんて俺にはできない。王子も王様も大バカ野郎のクソったれの意気地なしだ。俺は絶対諦めないぞ。子供じみたことを言うのも大概にしろ。子供じみとるね。確かに子供じみてて何が悪い。魔導器をよこせ。俺はトウヤを助ける。前にも言ったはずだ。解放することがトウヤを救うことにつながると考えるならな。私は私のやり方でトウヤを助ける。どうもあんたとは気が合わねえな。それは今さら言うことじゃない。まあもともと会ってないしね。何だろう。もうお宅はいいだろ。お前の覚悟は分かる。私も後には引けん。じゃあ勝負だ。で、勝負になんの。おお、いや、これは勝負じゃない。決闘だ。アニメーション、ここ、サムネ完全にサムネのパスになったね、今。いや、絶対そうやろ。分かりきっとるやろ、これ。あ、冬まんねえ、なんで、また疲れとんかい。なに？え、なにこれ？え、なにこれ？ちょっと、いや、なにあれ？めっちゃ気になんねんけど。フォースペイン、やっていったる？いや、メガスタンピードクリアの、メガちゃん、スタンピードフレアの方が結構通るけど、これもまあ一応通るから、これやっていこう。これのね、やつもう見たことなかったよ、俺。できるからやっていきたい。こいつの嫌い。よ。おお。どういうの邪魔になって、どういうの邪魔をするもの、私が許す、私は許せん。うるせえ。邪魔かどうか決めるのはお前じゃなくてそうやだろ。次の時はないか。いいだろ。ならば銀河の地位となるがいい。あ、そう。いや、もうお前終わりやろ。 EP 結構削ったな、すごい。フォースペインってこういう
感じのやつなのね。もうこれで終わったんじゃん。ほら、ほんま。おお、結構くら。ギャラクシーダビデ。ギャラクシーかよ。ああ。お、私のギャラクシーダビデを食らってまだ生きている。当たり前だろ。俺には死んでる暇なんてねえんだ。俺は絶対に負けねえぞ。うわ、後ろに下がりやがったこいつ。EX も使われんじゃん。まあ、これしかないか。今のところ。ハイリカバーボディでやっておくか。よいしょ。あ、あかん。後ろに下がったまんまや、こいつ。腹立つ。この臆病者が。臆病者が。いや、それ言ったらあかんよね。一旦ここでジョイト。HP 全開させて。何？おう、遅れ。これやってなかったら次でやられとったやん。まあ、しゃあないな。俺はもう完全にこれやっていこう。メガプレイヤーで、ね、よっしゃ、あともうちょい。まさか前がここまでの力を見せると思わなかった。あれは私は決して負けん。なんでどうして取れるためにこんなに知られるんだよ。黙れ、前には関係ない。こういうのためにこっちお前を止める。おお、止めるやと。もう終わりや、お前は。もうお前は終わりじゃい。おい、格闘ゲスピ高っ。なぜだ、なぜわからない。俺はトーヤを信じてる。世界を全部敵に回したってあいつを助けるぞ。助ける。相手はデビルゴーレムなんだぞ。俺一人じゃ確かに無理かもしれないけどな、俺には助けてくれる仲間がいるんだ。仲間がいるか。アマちゃんのお前にはトーヤの気持ちなんてこれっぽっちも分かっちゃいない。なんだと、お前には分かるってのか。トーヤは古代人の末裔として生まれた責務を果たそうとしているのだ。責務？そうだ、トーヤは古代人の末裔として生まれた自分が皆の幸せを守る義務があると考えている。トーヤは世界の皆を守るため、そしてお前を守るために、お前に殺されようとしているのだ。俺に殺されようとしてるだと？そうだ、クイーンオブアイスを止めるには魔導機であるトーヤが壊れればいい。そして魔導機であるトーヤを壊すことができるのはお前のその右腕だけなのだからな。じゃあ今までのは操られていたんじゃなく演技だ。そんな、私はトーヤの思いも知らずに甘いことばかり言っているお前が許せない。お前の甘えでトーヤの犠牲を無にする気か。けど俺が魔導機と右腕を使って倒せばトーヤは死ななくたって。お前はクイーンオブアイスだけ倒せば済むと思っているのか。今度お前の右腕を使えばその先どうなるのかも知らないくせに、お前にはトーヤを殺す義務があるはずだ。それなのに仲間がいるだと。孤独な戦いをしているトーヤのことを考えたことがあるのか。うるせえ、勝手に決めんな。俺は諦めねえぞ。ここまでアマちゃんだとはな。だが約束は約束だ。貴様にこの魔導機をくれてやる。ん？何これ？ん？クイーンオブアイスのその頭文字が QOL、 そうやね、クイーンオブアイス。あれ違うか。いや、あ、愛はそうやな。うん、受け取ったね。私は私のやり方でトーヤを救う。忘れるな、これは私とトーヤで決めたことだ。ん？お前だから誰？さらばだ。みんなのところへ戻るか。だから誰よ。なんかずっと謎の男のまんまやねんけど、ずっと気になったまんまやて。いや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 、もうここ
で、最後の最後で分かるパターンか、これは。いや、まあ、なんとなく予想はついてんよ、誠かなっていう。ねえ、どうや。もうすぐよ、もうすぐ。あの右腕の坊やが、この城へやって。あの坊やが来れば、すべての破壊、苦悩、解雇、なかったことになる。どういうこと？とても素敵だと思わない？どうや。クイーン、僕がこのままお前の好きにさせていると思うなよ。黙りなさい、どうや。黙りなさい。はい、クイーン。所詮あなたは私のお人形さんよ。ねえ、そうでしょう。はい、クイーン。あ、操られてる。滑稽ね、トーヤ。あなたがどんなに必死になろうと、あの坊やはあなたを殺そうとはしない。あの坊やの右腕はあなたではなく私に向けられているのよ。あなたたちはあのお方のために踊るピエロでしかないのよ。あのお方ってどのお方？まさか闇に葬られたあのデビルゴーレムの右腕のやつ？できるだけ滑稽に踊ってちょうだい。いや、なんとなく話見えてきたで。どこを言ったのかしらね、アツマ。アツマは能天気だから雪だるまでも作ってるんじゃない？勇気、さすがにそれはないのではないか。まあ確かにないわな。そうかな。おっさんも微妙に疑問系じゃん。疑問系かい。意外とアツマならありえるかもよ。マジかい。そうだよね。アツマ、戻ったか。ああ、野暮用っていうのはもう終わったの？まあね。で、野暮用って一体何だったのさ？魔導器を手に入れた。はあ？はあ？クイーンオブアイスの魔導器を手に入れたって言ったんだ。アツマ、例のイケメンと会えたの？あった。ぶっ飛ばしてきた。ちょっとどういうこと？落ち着け、勇気。うん、アツマ、説明してくれ。一体何があった？カクカクしかじかでですね。絶対そうだけど。これで全部だ。そんな、つまりトーヤ君は自分から死のうとしてるってこと？ああ、アツマがこんなに助けようとしてるのに。だが、東野殿の考えもわからぬではない。けどさ、助かる手段があるんだから、わざわざ自分から死ぬことないじゃん。いや、そうせなあかん終わり方があるっていう。そうね、相手はデビルゴーレムだし、アツマの右腕を使うのだって確かに危険だけど、だからって助けようとしている本人が助かるの諦めてるなんて。アツマの右腕をクイーンオブアイスに使うこと自体が何かさらなる問題を引き起こすとしたら、それさらなる問題、それだよね。ああ、賢者様から聞いたのだが、お前の右腕はブレインオブヘッドというデビルゴーレムの細胞を移植して作られたそうだ。ブレインオブヘッド、デビルゴーレムの、なんか無条件でヤバそうじゃん。うん、ヤバいやんな。右腕を使うことが問題よ。わかりません。ですが、修験者も同じような記号を抱いていました。どうすんの？何が起こるかわからないんじゃ対策の立てようもないわね。どうもしないさ。いや、するて。アツマ、
俺が右腕を使うことで何か悪いことが起こったとしても、トウヤ自身の意志に背いていたとしても、それでも俺はトウヤを助けるぞ。なあユウキ。何？いつか言ってくれたよな、頑張っていれば、前に進もうとしていれば、みんな明日は今日よりちょっとだけ幸せになれる、そう言ってくれたよな。うん。俺がやろうとしているのは間違っていることなのかもしれないけどさ、結果を恐れてただ待っているのだけは嫌なんだ俺だから。分かったわ、アツマ。私あなたについていく。私も私も。ここまで来れば最後まで共に行くぞ。ああ、やっぱりそっち。ありがとう。アツマ、何しけた面してんのよ。まだ一発中婚されんで。そうよ、明日は決戦なんだから。英気を養わねばなりませんな。そうと分かれば今日はもう休みましょう。ほら解散解散。解散？マジで？何か落ち着かないな。誰かと話したい気分だ。これなんかエンディングに差し障りありそうな気がしてきたのは俺だけかな。カリンに会いに行こう。カリンに会いに行こう。なんか無難にカリンがいいかなって思うと思ってもだな、うん、ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル50音縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。